こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。おはようこそ。目の下にクマができてますか？どんどんアップしている。あとで。頑張ってるわね。ただいま。今日も楽しかったね。よくできました。さっきこれ、前回これは変更したよな。じゃあ、行ってきます。え、コインすら足りない。地獄の里もなんたらかんたらしないからな。とりあえず最初は本当にお金が足りません。もう朝か。よし、今日もやるぞ。みんなの話はどれも興味深い。世界少し頼み、うわーい、ありがとう、助かったよ。そうね。20代です。うんうん、おっぱい揉ませて。おいおい、あららららら、うんうん、まったく。違うよ。ランプっていう肉がある。おい。学校暮らしを有利。ひどい。ダメ。ええ、そうね。なるほどな。
だめ。へへよかった。ほうほう、そうだね。はいね。マジで？え？誰？いやいや。うん。怖い。サンキュー。マジで？いいんじゃないの？商売も戦闘も度胸が必要。今何個？これが一枚いるんだな。とりあえずもプレゼントもらおう。すごいな。もうちょっとなんだが。クエストです。サッカークエストは2分の1なんだ。小野坂沙織です。姉がいつもお世話になっております。織姫と彦星みたいにミラと話されたら、私たちの夢は…評価。うん。なるほど。でも、そうだな。ちょ、え、あ、そうだ。うん。本当？そうですよ。え？へえ。ご安心を。大丈夫です。お？
織姫と彦星みたいにミラと話されたら、私たちの夢は。またか。ですよね。ワクワクしすぎ。嫉妬心積もっていくよな。当然。うん。強制？そんな、よかった。何言ってんだ。そう思うけど。夏の大三角のアルタイルが彦星、ベガが織姫だよ。ホラガイとか鳴らした方がいい？なんと！ありがとう。どうでしょうか。何回？助けしたい。一品。しまとい。でも。おー、足りない。そう、うー、少しいいだろうか。どういうことでしょう。うむ、ならば。おう、やったね。そうだね、行きましょう。よっしゃ、来い。さあ
よーく見とけ。さあ、ダウンを奪えるか。こいつで決まった。伊達にいたずらしてないのよね。盛り上がってきたな。無茶しないでね。私が力になるわ。君を料理しちゃうよ。勝った勝った勝った。はい、うん、はい。でも違うっての。なるほど。当たり前だろ。そうなんですか。夏の大三角のアルタイルが彦星、ベガが織姫だよ。そうか。しまっていこう。聞き込みを図ります。そうみたいだな。なるほど。うん、じゃあよし。期待してるよ。まずは選手権取ろう。ファイト一発だ。みんな頑張れ。ボコボコにしちゃうぞ。声出していこう。全力でいくよ。やばいな、これ。よーし、頑張ります。あ、全部やっちゃいますよ。やるしかないのか。勝利のポーズ。で、こうかな。いや、どういうことでしょう。やはりそうだよな。おーい、ちくわありゃ
りゃ。地下水？はい。そうね。さくらも先輩なのか。へへへ。行きましょう。遠くの星を見れば大昔の宇宙のことがわかる。話すごいうまくできてるよね。チェアリトル三宅さん、しまってこー。武器が足りないな今。まさか。大丈夫？そうですね。行きましょう。もう気に止めたが元になった。苦しみの先に勝利はある。思い切り投げて。私たちも意地を見せるんだ。みんな頑張れ。耐久ミス、この速さについてこられる？声出していこう。今の私は止まらない暴走列車だよ。うっ、私が相手になります。あなたたちならできる。よかった。いろいろあったけど楽しかったね。それにしても、理解不能。多分だけど、キノコ？急ぎましょう。うん。でも、それはない。え？お！問題ない。見えない。それはちょっと。感謝。そうだな。行きましょう。夏の大三角のアルタイルが彦星、メガが織姫だよ。いよいよ終盤。
ホルカもいるけど、やっぱり小羽かな。シマピコめっちゃシュール。めっちゃでかい。ポルカでかい。ナイスだ。ミコの絵。はーい。さあ、対岸に渡りました。うん。洞窟だからね。でも、そうだな。ああ、三島。あ、私が私を捕まえる。合体。やりました。だよね。はい、よっしゃ。お、かわいい。このおお、黒い。わーい。好きだ。おお。本当に思い出が。了解。捕まえにくいよな。させん。やってきた。お父様。天帝数年前もいたよな。待ちなさい。許しません。かなり天帝の怒りすごいよな。あ、そうなんだ。天帝本体じゃないんだこれ。これがやっぱりお父さんがラストボスなんだよな。こんなやつ私の敵じゃないな。しかも結構強いかも。声出していこう。とりあえずチャンス役になるしかないや。どうするかな。今の私は止まらない暴走列車だよ。早めに投入した方がいいな。攻撃力アップして。それ。どうするんだっけ。張り切っていこう。ギアパワー全開。みんな行くよ。こいつスパートキャラだった。全然ダメージ与えられないや。今の私は止まらない暴走列車だよ。ミス。ワン、ツー、ダン。本体だけになった。あっという間だな。行っちゃえ。声出していこう。私たちも意地を見せるんだ。やめ。ミス。そう、なんか2ターン。行っちゃえ。おいしい。食べただけ。あ、まだ距離はあるけど。どういく。これヨミちゃんの。よし、これで
しまっていこう。ピヨってる。やりました。危なかった。やったー、やった。夏の大三角のアルタイルが彦星、ベガが織姫だよ。そのようだな。わーい。大丈夫か。うん。おー。うん。時に。うん。うむ。そういや、そうね。わーい。して一万円。宇宙すごい。感謝。なんだよ。テーテナポルカ。とこに栄養ということで喜んでます。そうだね。おお、わあ、うん、あ、ねえねえ、うん、ちょっと、フラグ？七夕はお天気よく、天の川が綺麗に見えるといいね。次、収集クエスト。少し、ありがとう。助かった。デザイン案を。ポルカは幼馴染、クレアは。おはよう。要件は。こっちは今だけ。ちょっと待った。
これすごい重要な素材かもしれない。とりあえず何がいいんだろうな。たくさんあるな。でもキララファンタジアで行くしかない。なぜなら成立、コルクをパワーアップしないといけないからな。あれできない？なんで？お金が足りない。いや、金が足りないんだ。20万いるんだ。ひえー。でも、さっきをトレードで、5つあたり10万で。おはよう。要件は？今のおすすめ。トレードしてくれるって言ったから、それをすれば、足りるんじゃないの？本当に先立つものはお金。交渉成立。強化。ちなみに進化はまだ無理です。商人にケースなし。欲しいですね。100万のお金がいるんだ。結構きついな。食われば楽あり。諦めるけどお金はいるな。お願いできます。あなたとても優しい。私嬉しい。みんなハッピー。召喚だ。おはようございます。噛んじゃいました。2枚もある。本当にこれで星5がもらえるのか。開きますよ。見てみましょう。開きますね。ノーイベントグッドライフです。胸、ね、ユイか。どうも、クマの。これクマか？なんか気持ち悪い着ぐるみの一ユイです。え、中水着だけど。うわ、やめろアホ、それやめろ。すごかったです。次回も頑張ります。いつまでチケット買ってんだ。もう一回、しかももう一枚引ける。これどういう、チケットなんだろう。もう一回、もう一枚引きましょう。新たな出会いを。すごい。無理になりますね。これはひょっとするかもです。お、来た。川口吉野か。隣読みの吉野。川口吉野です。野球部のマネージャーだけど、ここではアルケミストみたい。よろしくね。頑張ってるみんなを見てるのが好きなんだ。サポートと応援とデータ分析なら任せて。すごかったです。次回も頑張ります。おはようございます。今日も頑張りましょう。どうするかですね。どっちに行けばいいのか。
映画版も出たことし、サマキャン行ってみましょう。新たな出会いを。安全保障かな。保証以上。あ、来るぞ、これ。これはひょっとするかもです。さあ、何が来る？お、エロい。と思ったら、男の子だった。神崎秀里。今日は別に行きますからね。ナイトって主人公みたいでかっこいいですよね。全軍私に続け。なんちゃって。一ノ瀬花です。みんなに迷惑かけないよ。頑張ります。僕が牢屋に入らなきゃいけないんですか。アイドルになるためなら何でもしますけど、これじゃただの囚人じゃないですか。捕まるにしてももっと可愛い服がいいです。アルケミストのコンです。本で読んだ知識を活かします。戦国カムリ僧侶になった。みんなをサポートする。頑張る。すごかったです。次回も頑張ります。星も3人ですね。有識。マジか。食われば楽あり。共に頑張ろう。よしの。早く分析したい。作りたいのか？作りたいのか？商売もせん。
に答えないと。おお、力が湧いてきたかも。また一つパワーアップしたな。私も精進しな。限界突破できないの？何かが足りないんだ。いや、そんなことは。お金が足りない。結局お金なんですよね。金金金、お金だって。ポルカは幼馴染、クレアは可愛い。お金が足りないから全然パワーアップできない。ポルカは幼馴染。朝のトレーニング気持ちいいわね。そうだ、お金クエストというのがあるじゃないか。曜日だったっけ。あ、そっか、毎日あるわけじゃないんだ。メモリアルじゃなくてクラフトではなくて。課題をやるべきか。まあやるのはミニクエストですけどね。はい、ということでここまでとなります。次回は小野坂沙織です。姉がいつもお世話になっております。いろいろありますが、収集ケースと努力は絶対に報われるから頑張ろう。こちらをやっていきたいと思います。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターも用意しております。よろしければアクセスしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。